はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターボンです。ターボンの実況する、ニオ2修羅の夢二編、今回は番外編という感じになるんですけども、ちょっと平安太平記、第2弾が近づいてきてはいるので、まあレベル上げをいろいろやったりとかしてるんですけども、今回はちょっと新しいなぎなたガモも作ってきたので、そちらの方の、感じをやっていこうかなと思います。まあちょっとねレベル上げするときはいろいろね、いろんな武器使いながらやったりとかするんですけど、ちょっとね、新しいこの、なぎなたガマはですね、攻撃範囲がついてる、やつをちょっと作ってきたので、ちょっとそれがね、どれぐらいになるのかっていうのが気になるので、ちょっとこちらをやっていきたいなと思います。今まではね、ちょっとこれ使ってたんですけども、こっちとこっち、どっちがいいのかなっていうのをちょっと考えながら、やっていきたいなと思います。というわけで、今回やっていく、ミッション、2つ、あります。こちらはですね、今回、人家の風という形で、人と、まあ、今まで出た、修行ミッションに出てきた人物たちの連戦と、あとこちらが、半蔵さんと、本田忠勝とのタッグ戦になるんですけど、まずはこちらからちょっとやっていきたいなと思います。まあ、今回、ちょっとね、白いイメージで、まあ、ちょっと番外という形でね、これがどれぐらい通用するのかっていうのが気になるので、まあ、ちょっといろいろ落命とか しそうな感じは否めないんですけども、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。このミッションは配信ミッション、にはなるんですけども、このね、戦う半蔵組とやっていきたいと思います。ただ、ムミオさんとの、あれですね、リモラブと、まあ、ハルさんの新しいドラマですね、ムミオさんとの連戦となっております。相変わらず戦勝さんは強いですからね。痛いね。痛い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 。距離を取りまーす。やめてー。ちょっと狙いは戦わずでいこう。やばい、救援。これ21になっちゃうとダメですけどね、なるべく自分たちが。おい、痛い。パーマ状態だ。痛い痛いっす。弾かれるんだよな、こういうね。まあ、冗談は当たるから大丈夫。えい、よっしゃ。ちょっと待って。あぶねえ。ちょっと、ムミオさんを。おお、あぶねえ。お坂部姫。回復してんだよな、忠勝さんが。半蔵やるか。使って。あいだ、いいね。ちょっと待って。回復させろ。ごめんね。こんなはずは。狭い。狭い。危ね。やべえな。えい。なに。よし。山場のようだ。いや、
いた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 。マジかよ。やべ。ありがとう。えって、やばい。うわー、やられた。半蔵やってねえとダメだな。これ難しいんだよ、これ。半蔵狙いで、半蔵を倒して戦うぞな。半蔵は。よし。で、ポンパー使ってんだよな。うい。ほら、うい。入れて。よっ。山場のようだ。えい。オッケー。これ好き。よし倒した。オッケーオッケーオッケー。回収して。こんなはずは。デムミオさん回復させて。あれ、あの確か次多分ガード不能じゃなかったか。さあ、なぎなとこがもこんぼ。ついてる戦つさんあるんだよな。あの昨日の回復が早い。よし、見せてやるぜこの大立ちを。でで安全第一、安全第一。うい。ほら、よっしゃ。やだ。でで。危ない危ない。うい、危ねえ。でもこれでワンパン食らってやられるのも嫌だから。わあ、まず残ってる。ナイスームミオさんに助けてもらう。さすがムミオさん、どこまでもそれがしを楽しませてくれる。いや、強かったよ。強かったっすね。さすがにこの二人が相手じゃ疲れたわ。ああ、もう疲れましたよ、本当。よーし。これね、この配信ミッションね、難易度的にも結構いいんでね、経験値も取れるんで、結構僕的にはね、今までずっとやってますよね。意外と神器、今ちょっとドロップ上げてなかったんで、そんな、出てないんですけども、まあ、結構いい、ボス戦の練習みたいな感じで、いつもね、戦すさんと、半蔵さんにはいつも助けられてますね。さあ、続いてのミッションなんですけども、配信ミッションのところの、神化の風というところでやっていきたいと思います。これはですね、今まで修行ミッションで出てきてた、塚原北伝さんとかいろいろ出てくるんですけども、そいつらとの、6連戦ぐらいだったのかな、感じの、ミッションになっております。まあ結構張り切っていかないとね、序盤のまず塚原北伝がかなり強敵なので、ちょっと気合い入れていきましょうかね。
さあ行くぜ。いやマジで強いからこの人が。おいおい、痛い、いやマジで痛い、攻撃力しねえ、危ねえ、痛くないよ。まあ大なしで行った方がいいってこともあるんですよね。よーし、一難さえ解ければこっちのもんだ。あ、間違えた、坂田の金時が武芸。さあ坂田金、えで、いった。いったです、いったです。やめろ、やめろ、やめろ。一旦話し合おう。一旦話し合おう。まあ話し合おう。いいんじゃねえかよ。大立ち。えで。いいち。やったいって、ここだ。あぶねえな。強靭強いね、敵って結構もっと厄介なんですね。ロックバックしないから。そんなものではあるまい。あ、嫌だ。嫌だ嫌だ、死んじゃう。死んじゃうよ。やめろやめろ。危ねえ、よっしゃよっしゃ、戦略回収して OK。 では見せてもらおうか。シモンいったな。あれ食らうとめっちゃ食らうから、よし、危ねえ、あれくらって死んでた。鋭く力に、よし、はい、ておられる。この大立ちの権利を見よ。よっしゃ、どうしよう。よし、次は加藤残像だな、忍びだな。えじゃい、お前なんてことしやがる。よし、回復して、面白くなってきたが。よーし、倒した倒した、あー倒した。これかけて、あーこれかけて、次足利が寄ってる。同流の健康だな。まあ入れ押せば大丈夫よ。この感覚、よっしゃ、久方ぶりよ。カシャさん、よし、やるぜ。使う。次誰だ？半蔵だったっけ？半蔵だ。槍だな、槍の半蔵。
半蔵っていうとね、なんか忍びのイメージが強いですけど、本当はね、武将ですからね、半蔵。ただ、諜報活動とかに長けてたってことですね。まあ、槍の半蔵って言われてる。槍の半蔵って鬼の半蔵か、鬼半蔵。いや、このコンボが強いんですよ、これ。ヤギナとかまあ。よっしゃー、なんか勢いそのままに来てる気がするぞ。さあ、いよいよラストはあの人ですね。さあ、ムミオさんとの一騎打ち。ドラマとか全部見てたよ。やるわ。で、防御力ね、水属性で下がってますから。負けないわよ。 よっしゃー、一気にいけたぜ。よし、おお、達成。なかなかやるじゃない。ありがとうございます。いい手合わせでした。はい、という感じでですね、この配信ミッション2つを一部やりながらですね、ちょいちょいレベルを上げていくっていう形で、やってます。まあちょっと、報酬の神器とかもちょっと見てみて、どれぐらいなのかなっていうところをちょっと見ていきましょうかね。あとは、新しくその前回の、ダウンロードコンテンツのところで追加されたというか、アップデートで入ってきたのがこれか。百鬼夜行絵巻といって、まあクエストミッションやってる間に夜行絵巻を手に入れましたっていうと、まあ、特殊効果のつくものをですね、まあ、つけられることができるんですけど、それをやるためにはボスを倒さなくちゃいけないので、この百鬼夜行絵巻のクエストをですねクリアすることによって追加のこういう特殊効果ですね、あるものを手に入れることができます。僕はこれやってたのかな、回避時間の無敵時間延長とか早い攻撃の記憶とかっていうところをつけてるんで、まあ、ちょっとこれやってたんですけども、まあ、こういうところも、追加されてより、ビルドができると、まあ、これでまたね次のダウンロードコンテンツどうなるかですよね、まあ、だいぶ気力に振っていきましょう。そしたらほういいの出たかな、180が出てくれると嬉しいんだけど、なかなかいらないな。12、13。ああ、これはちょっと素材にしようかな。12か。12か。まあ、取っといて。お、ささゆき出た。あ、国連も出たね。まあ、神器じゃねえや。これ取っといて。さあ、防具はどうかな。12いらん。12 11 11 13。あー、これは三成装備か。これはいい、別に全部ではないな。12 11、いらない。13 13ね。アルケミック装備強いんだよね。これ、妖怪への近接ダメージと、あと、床呼ばいで体力回復ついてるんで。まあ、ちょっと軽いっていうのが難点ではあるんですけど。そうだね。赤鬼装備とかに比べてもちょっと軽いんですよね。アルケミック装備。まあ、集めてる価値はあるかなって感じですけど、別に使わないかな。11 12 12 12。またざ装備が出ました。これね、槍が。槍使いにはまたざ装備おすすめですよね。さあ、東国無双。あ、いらないかな。東国無双、12が出たのか。取っとくか。よし。とりあえずこんな感じで。よし。はい、というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回はちょっとね、59回目配信ミッションの方でレベル上げの方をね、というか、まあ、腕がなまらないようにいつもやってるやつを、ちょっとやってきました。
ダウンロードコンテンツの、平安太平記が次回のシリーズでまた、やっていけるかなと思いますので、そちらもですね、随時やっていこうかなと思います。全部ね3つあるうちの今度2つ目が出てくるので、またねちょっと平安時代まで遡るってことなので、本当にねそのこの何て言うんですかね、ソハヤの剣のなんかね、またちょっとその謎がだんだん分かってくるんじゃないかな、ちょっと楽しみですけども、はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。